皆さん、おはようございます。マーティン、ではのミラクルボーイ、キングトクです。今日は世界の将棋の仲間どんどんいます。チェスわかるかな？キング、クイーン、ナイト、まあ、率いる軍の戦いですね。チェス、やったことはありますけど、苦手です。はい。あとは、チャトランが、これ、インドの、あれで、4人が2対2に分かれて戦うそうです。こういう近年の新しいルールです。マークルック、これ、初めて、駒の位置が日本の将棋によく似ております。駒とマスの数はチェスと同じです。シャンチー、これ中国ですね。はい。これはですね、置いてまあ、王将にあたる駒の名前が将、士のように敵と味方に違う動きが決まっているなど将棋とは異なってます。チャンギっていうのはね、駒が関と外というんです。韓国のやり方。それ以外、シャンチーと同じです。パスすることが可能なところだが、シャンチーと違います。将棋では諦めてることを参りましたと言いますね。参りました。はい。そういう感じですね。将棋の頭脳は確かコンピューターもいいですが、本当に将棋、藤井聡太さん、やはりすごいですね。はい。昔は武士の楽しみでございましたよ、昔。今は、日本の将棋ですね。はい。まあ、もう一つは囲碁。囲碁もいいですね。はい。陣地で決まるんです。というわけで以上です。バイバーイ。